い、皆さんこんにちは。こんにちは、どうも、はい、こんにちは。おうちでございます、はい、よろしくお願いします。局員 F ウォーキング D 局員D 局員と、ね、はい、もうあと私はもう回収も終わってただただ歩くだけ楽しいだけのおうちでございます、よろしくお願いします。はい、回収が絶望的な F ウォーキング D でどうもよろしくお願いしますという、はい、そういう立ち位置の2人でお送りしておりますステップン談義の、はい、コーナーでございます。よろしくお願いします。パチ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 、はい。さ、今日は6月の7日で火曜日ですね。コーナーステップン、これから始める方へのアドバイスコーナーで始めていきたいと思います。よろしくお願いします、はい。じゃあ資料ではこちら、どどん、はい、ステップン、ウェルカムトゥステップン、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、みんな来て、はいね、はい。で、はい、めくってもらっていいですか。めくっちゃいます。はい、はじめに、はい、ね、前回動画であのコメントね、いただいたらどういう風に始めたらいいか、ね、D さんがアドバイスしますよっていうコメントをしたところ、はい、内容でお話ししたところ4名の方からコメントいただき、力作を作りました。力作だそうです。もう力作ですよ。もう私昨日1日と今日朝もう3時間かかりました、うん、そんなに。これはすごい熱量ですよ。いやいや、だって人にアウトプットするもんですから、はいはいはい、そうですね、私自身それなりにこう納得したもん出さないと、うん、後で、あいたたたたたっていうのできるだけこう抑えたいんですよ。確かにそうですね。これはちょっとなんか前の話だと Excel でポンと入れて出すだけだみたいな感じで言ってましたけど、いやいや、全然違いますね。もうちょっと深掘りまして。深掘りですか。これは楽しみですね。はい、現状報告。はい、でね、うん、現状報告、まあ簡単にしとこうかな。はいと、はい、いうことで、うん、まずステップン界隈のまあ現状、うん、ね、はい、まあ、先ほど大地さんが言ったように、うん、まあろくなもんじゃねえなと、まあ、価格はひたすらね下がっていくっていう状況、ね、ステップンはデフレの毎日でございます。まあ GST、はい、GST ですね、うん、はい、もう、あ、いや、あれがもう確実にステップン内経済のコアなんで、まあそうですね、はい、はい。まず、まあ、デフレ、なぜデフレなのかっていうと、まあ、中華足、うん。うん、中華足。はい。で、中華足に、うん、煽られた感じで、悲観足が生まれる。悲観足が今いますね。はい。で、あとね、ギリ回収できる、7割回収終わってる、6割回収終わってる組が、うん、もう急げや急げで回収しておる。はいはいはい。うん、はい、回収足でございます。なるほど。それが回収足だった。はい、はい、この3つの、まあ、回収足がある、うん、今ね、はい。で、まあ、ステップは、まあ、歩いては回収、歩いては回収でデフレの前に来てくれた。あ、まあ、そ、歩いて GST 稼いで即売って出勤みたいな人たちですね。はいはい、まあ、出勤はせずにかもしれないですけど、まあ、ドルに変えたり BNB に変えたり、うんうん、あと GMT ですか。GMT ですね。はいはい、まあ、に変えると、うん。まあ、とりあえず、GST では置いておかない、うん、まあ、スタンスだと思って、はい。だって、はい、ね、明日になったらまた 10% 下がってる。そうね。綺麗に下がってますからね、うん。はい。はい。持っておく方が損という状態でございます。うん、だから、再投資するか、うん、別の通貨に変えるっていうのがもう、今の鉄板でございます、うん。はい。なるほど。はい。まあ、うん、酔い越しの GST は持たねえ。持たねえとね。まあまあまあ、必要な分しか残さないみたいな。うんうん、まあ、そういうふうになると思うんで。はい、そうですね。はい。うん、で、退場ウォーカーが、まあ、続出してきてると。うん、そうですね。もう全部、靴売って、さよならって、はい、うん。はい。まあ、これはまあ、これでいい判断だと思います、うん、はい、はい、うん。で、新規参入がまあ若干不足してるから、まあ、うん、GST が下がるっていうのは、これも普通のこと。そうですね。単純に出てってのと入ってくるので、バランスがね。はい。うん、はい、で、なんかツイッター界隈見てると、なんか別アプリの CM がもううざくてうざくて、もう、うん、まあね、もう、なんかただで靴もらったとか、いや、もういいから、みたいな。まあ、S 国、B 国と言われて、今度 C 国っていうのが出てましたからね。え？ C 国って何ですか？あの、また別の似たようなアプリがあって、それがなんか、ね、C から始まるやつだったんで、そういう C 国とか言ってましたね。はい、要はこれからの靴の話ですよね。うん。ね、はい。で、まあ、そっちにまあ、いろんな人が行ってる可能性もある。うん、行ったりやったり、即撤退したりとね、もう1日単位でぐるぐる変わっております。はい、なるほど。はい。まあ、そういう状況の中で、ネクストページ行ってもらっていいですか？ネクストページ。はい。はい。まあ、朗報もある。朗報、あ、これ朗報だ。うん。
私的には朗報でございます、うん、はい、梅雨入り、うん、夏入りでございます。昨日早速ジャバジャバ雨降りました。もう今日もこっちは大変ですね。そちらもですか？今日ね、午後からですね。午前はまだ晴れて。あ、そうなんだ。もうこっちは。はい。もう早速、うちの奥さん、昨日、グダグダです。もう、歩かない。いや、まあまあ、歩かないわけじゃないんですけど、まあ、だいぶ、テンション落ちてきて。ああ、でしょうね。はい、うん。で、まあ、これで、ジャパニーズ売り足が、うん、まあ、25% 減になるんじゃないかな。まあ、まあ、今から、ね。かなり減ってくるでしょうね。うん、はい。今日は、まあ、雨でも頑張るぞって言ってても、3日目の雨はやっぱ休めかなとか、っていう、まあ、今日暑い日と、まあ、1時間歩いてたのがもう30分でいいわと。うん、なりますね。はい。そういう売り足がどんどん出てくるという、うん、まあ、状況になってくるんじゃないかな、というふうに、まあ、思っております。はい。まあ、25% 減っていうのは完全に私の予測値です。うんね、なんか山間ですよね。はい、はい、そうです、うん。でね、次にいいのが、うん、ソルイコール BNB がほぼほぼ達成してきたなと。あれは、これは S 国と B 国の GST の価格がほぼ揃ってきた。そうですね。はい、うん。まだ若干 BNB の方がいいのは、BNB の方がトラフィックがいいのと、あと、もともとソルの方が人口多いので、うん、あの、あわよくば BNB に行きたいなって思ってた人が価格が狭まってきたことによって BNB に来てるんで、うん、あの、しばらくは S から BNB に、あの、ちょっとだけ片足突っ込む人とかが増えてくるので、うん、まだまだあと1、2ヶ月は BNB がやや有利で、うん、はい、推移するんじゃないか、うん、そうですね。あとね、靴のね、グレードがね、BNB はまだそんなに進化してないんで、あ、なるほど。はい。ソルの方はもう、ずっと、大内さん筆頭に、ずっと、ショップからやってる人の靴のレベルが結構上がってるんで、その人たちが結構ガサガサ持っていく構図になってるんで、はい。BNB の方がまだ完全に有利状態であるんじゃないかな、というふうに思っております。どうですか？はい。もう、なんてことはない。その通りで。はい。うん。じゃあ次、ネクストページ行ってみますか。ネクストページ。はい。で、まあ、ワンチャン、前回ね、私が言ったワンチャン。うんうん、まあ、GST が、まあ、黒いグラフのように下げて下げて下げて、うん、まあ、今赤いところに、赤丸のところに、まあ、いるんだけども、うんうん、ステップンが崩壊するライン、オレンジラインの前に、グリーンのラインのチャートを描くタイミングがあれば、ワンチャン取れるよね、っていう話だったんですね。うん、そうですね。うん、これ。はい。で、これを目指して、まあ、私はもうやるしかない。うん、やる。うん、もう自力回収不可でございます。あの、B 国崩れの人はね、やっぱりどう計算してもね、うん、ワンチャンないと復活不可です、うんね。はい。あの、あるけどあるけど、我が暮らし楽にならざりっていう。うん、まあ、そんな感じなので、はいはい、あの、あくまで B 国崩れ、まあ、5月頭に入って5月末ぐらいまで歩いてた人ね。うんうん、はい。その頃の人はもう多分、軒並み 98% ぐらいの人は多分会う。うん、はい、よっぽどなんかうまい、こう、うん、立ち回りしてた人だけが唯一、まあ、ああ、スッキリセーフだぜっていう人がいるかいないかぐらいじゃないかなと思っております。うん、そうですね、はい。はい。で、ネクストページ行ってもらっていいですか？ネクストページ。お、新規参入の心構え。はい、で、うん、動画にコメントいただいた4名の方に、うん、はい、まず、うん、新規参入するときの、まず心構えとして、この2つを言っておきたいなと、うんうん。ほう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 。はい。新規参入して全額回収は、まず、うんうん、高難易度で。あ、もう、入れたお金が即返ってくるみたいなのは、ちょっと難しい。全額回収はもう、かなり高難易度で。うん。努力ではどうにもなりません。はい。まず、半額をめどにする。半額、まあ、10万、まあ、はい、10万入れたら5万円みたいなね。はい。30万入れたら15万。これ、半額めどであれば、普通に、いけるんじゃないかなと、うん。なるほど、なるほど。で、全額回収はもうワンチャンありきで考えてください。うん。そのワンチャンが来る、はい、来たタイミングでってやつですね。はい。まあ、来るタイミングっていうか、ワンチャンが来る前に準備できてないと、うん、ワンチャン始まったぞって言ってから来るとも完全養分なんで。そうですね。ワンチャン来たぞって時から、はい、レベル0から育て始めちゃったら、話にならない。もう、完全にワンチャン終わっちゃうんで。うん、はい。これはもう完全にワンチャンありきで来てください。ワンチャンない場合は半額がめどでございます。なるほど。うん、はい。了解。で、ワンチャンプラス安定期待ちでございます。安定期？
安定期っていうのは、はい、GST の価格がある一定でプラマイ 5% ぐらいで毎日日々推移して3ヶ月ぐらい、なんも全然 GST 動かねえじゃんっていう、うん、まあ安定期がなるほど、まあ、うん、来る、うん、はい、その安定期を待つと。なるほどですね。はい、そういう感じです。うん、はい、いいですか。いいです、いいです。ネクストページ、うん、ネクストページ、はい、これは、はい、で、まあ、案内していくにあたって、今日の相場価格の話をしておかないと、うん、まあ、トンチンカンなことになっていくので、はい、今日は2022年6月7日、うん、7時の価格を私、この動画で採用しております。うんうん、これは、円、あ、ドルと円か。こっちが、はい、こっちがドルベース。一番上が、はい、うん、ドル、ドル円で131円でございます。うん、うん、なるほど、ね。ヤフーみたいな。随分高くなるね。はいはい。一番上の黄色が 131.87 円でございます、ね、ちょっと高いですよね。ね、高くなりました。はい。で、BNB の価格がドルベースで 295.92、うん、円ベースで 39,000円、うん、まあ、そんな、はい、そんなもん。で、BGST が 0.9、うんうん、で、1ドル、円に換算すると118円、うん、はい、うん、はい、まあ、ソルはまあそんな感じ。まあね、今回まあ、見たらわかるんで、まあ、読み上げないんですけどはいはい、はい、GMT もこの価格である、うん、ね、今回の話は B 国のをメインの話で進めていきます、ね、はい、B 国メインなので、はいはい、S 国の人は、まあ、まあ S 国で聞いてもらっていいんですけど、うん、まあそんな変わんないんで ね今となってはね、うん、はい、ほぼ同じ目線で見てもらっても大丈夫かなと思います、うん、はい、ネクストページいってもらっていいですか。ネクストページ、お、あ、まず消すわ、ケース1、うん、ももさんとはにゃまるさんでございます。あ、ももちゃんと、ももさんとはにゃまるさん、二人きりですね。はい。うん、予算15万円、20万円、歩く時間30分、1時間。うんうんうん、はい。まあ、似たケースなので。なるほど。はい。同じパターンを。うん、あ、おすすめできると。うん、まあ、モデルケースです。あ、モデルケースですね。なるほどですね。はい。もう、はい、ワンちゃんに期待ありがとうございます。うん、はい。うん、全く知識ありません。よろしくお願いします。うん、これね、もう、ステップやり始めたら1週間もしたら知識ガンガン豊富になります。なるほど、うん、やってみたら興味を持ってステップ、そうなんです、うん、やり始めて興味を持って調べるんで、うん、1週間もすれば私もまだ20日目ぐらいなんですけど、うん、あ、そうか、まだ1ヶ月経ってないんだ、うん、経ってないですよ、まだ2週間ぐらいじゃないですかね。おー、なるほど、2週間半、うん、3週間ぐらい、5月の15ぐらいに始めてるんで、うん、そうですね、2、3週ってとこですね、うん、はい、もう私も歴戦の勇者のごとく知識量豊富でございます。めちゃめちゃね、調べてるから。はい、まあ、歩いては考え、机に座っては考え、うん、寝ては考え、はい、寝ては考え、はい、すごい、はい、はい、な感じで、はい、でケース1、これいきます、はい、ネクストページ、はい、どうも、3速4エナジー20分歩きレベル19を、おすすめしたいと思ってます、はい、おー、なるほど、3速ですね、うん、はい、で、ちょっとエクセルに行ってもらっていいですか。エクセル、はい、エクセルに行きます。はい、はい、で、靴の市場価格っていうのが下にあると思うので、これですね、それ開けてもらっていいですか。はい、はい、これ、はい、今、うん、今日朝7時ぐらいにね、靴の市場価格を B 国で調べたら、なるほど、まあ、こんな感じになるんですよね。上が BNB 価格で、下が円価格、うん。あ、こっちが円価格なんですね。はい。なるほど。うん、で、レベル19の、うん、レベル19のこの列が、はい、ミント1個してるやつで19万5000円っていうのがあって。ああ、ここですね、ありますね。うん、はい。それが、まあ、まあいいかな。これね、うん、紫はね、ちょっと、うん、ぼったくり価格だったんで、はい、どう考えてもぼってるやろうと。あ、だって、ミント01で違うだけでもう、こんなに価格が。はい、うん、一番下見てもらっていいですか。下こうですか。はい。自力レベルアップ、カッコ0、うん。はいはい、はい、はい。それね、ミント00のレベル0。はい、新品。うん、新品を買った時に、うん、今3万9000円ですよね。ああ、それくらい買えると、うん、はい、うん、で、もうお金突っ込んで突っ込んでレベル上げ、まあブーストすると、うん、あ、ブーストまで入れてんの、はい、もうブースト価格で、うんうん、レベル5が4万9609円です。あ、
ゼロからレベル5にも一気に持っていくので5万円ぐらい。もう一気にあのもうじゃんじゃんじゃんとあのタップするだけで5万円に。なるほど、はい、でレベル9までで7万5000円ほど、7万4000円ぐらい。なるほど。で19までで30万円か。ああ、なるほどですね、はい、なのでこの価格より安く市場に出てれば、うん、あのお買い得でございます。ああ、これがもうここで見るとレベル0買ってきてじゃんじゃんとブーストを込みでかけよりも売ってるやつが高いってことか。はい、もうこれは値段、うん、設定してる人が上弱を狙っております。ああ、もうなんか偶然売れたらいいなみたいな。はい、うん、もう完全に上弱狙いの価格設定はい。で、あの青の方は買ってもあの、うん、お得なので、うん、なるほど、はい、そうですね。その辺も考慮した上で価格、靴をお勧めしております、うん。なるほどですね。このブースト込み価格っていうのがね、はい、ね、そのラインになるんですね。ブースト、うん、ブーストね、本当はしないんで、あのね、どこのサイト行ってもね、ブーストはしなくていいって書いてある。うん、ああ、まあ時間をね。いやいや、そんなのね、納車あかんやろ。まあ、だって市場価格と、うん、あのブーストした時の価格を比べて初めて、うん、ブーストしない方がいいって言わないと、うんうん、そうですね。なんかどこのサイト行ってもね、ブーストはお金がかかるのでやらなくていいって書いてあるんですよね。たわけかと。もう完全脳死してるサイトばっかりだったんで、うん、ちょっと調べております。確かにですね、自分もブースト込み度価格っていうのは今まで計算したことなかったです。はい。で、Excel じゃなくて PDF に戻ってもらっていいですか？ PDF に戻って、はい。戻りました。はい。そういうのも含めて、うん、この価格で、うん、はい。購入するとよろしいでしょうと。ということです。うん、レベル19のゴミなので、うん、ゴミっていうのは、要はミント回数が2以上ってことですか？はい。うん、いや、もうなんぼでもいいと。あ、なんでもでいい。もう6だろうか、7だろうか。7でもいいと。最悪7でもいい。うんうん、まあ、できたらまあミント少ない方がいいんですけど、うん、売ってないんですよ意外と。レベル19ぐらいまで来るとそうですね、もうここまで来るとね、靴の数が少ないんですよ。うん、あ、そうか、そもそも商品数が少ないって、うん、そうなんですよ、うん。でまあちょっと見つけたのでレベル19のExcel 戻ってもらっていいですか？うん、Excel 戻って、はい、よいしょっと。レベル19のゴミなんで、一番下ですね、これ7万8点、はい、そいつを買う、うん、買うっていう。ああ、ここを買う、まず一足メイン靴としてって感じですかね。はい、うん、で PDF 戻ってもらっていいですか？はい、はい、それがこれで、その靴と、うん、あとレベル5のゼロミント、ゼロミント、はい、はい、レベル5の1ミント。お、なるほど、どっちもゼロじゃなくて、どっちこっちは1でいった。あのゼロの方が安く売ってんだったらいいですけど、うん、できるだけ安くするっていう意味で01を01でミントループ作る予定でやってます。これこの2足を使って増やしていくっていうね、はい、これ02だとミントループがお高くなるんで、うん、なりますね、00か01じゃないとミントループがいいミントループにならないんで、うん、はい、ミントループってなんじゃっていう人はもうググってミントループ調べてください。この購入ケースに関してミントループの説明はなしでございます。なしですか、そうです。はい。後で、あいつ、うん、F ウォーキング D、ちゃんとミントループのことも考えて靴を進めてくれてたなっていうのは多分後でわかると思うので。なるほど。やってったら、ありがたいやつ。はい、うん。はい。あそこに2ミント買わなくてよかったなって言ったら、うん、多分なると思う。なるほどですね。はい。うん、はい、で、まあ、うん、締めて16万5千円です。ああ、なるほど。15万だとちょっと予算オーバーだけど、20万だったら予算ないで収まるんですね。はい、で、うん、15万予算の方いましたよね。うん、いらっしゃいましたね。の場合は、L19 ゴミじゃなくて、L9 ゴミを買って、うん。あ、ここをもっとレベルの低い、L9。はい。レベル9の、ゴミ靴を買ってます。なるほど。そうするともっと、ね、はい、したら、1万か2万浮く計算になってます。先ほど見たら。なるほどですね。はい、ただ、その間レベル9なので、うん、1日の稼ぎが落ちます。うん、落ちますね。はい、今から説明する稼ぎにはちょっとならないんで、うん、そこはまあ割り引いて聞いてほしいなっていうところで、うん、そうですね。はい。よろしいですか？了解でございます。はい。結構重要ですけどね、このレベルはね。ね、うん、うん。はい。じゃあ、ネクストページ行ってみましょうか。ネクストページ。はい。で、うん、ケース1のメイン靴の性能を見ると、うん、19レベルのエナジー4なので、うん、だいたい 26.0 に稼げますよという、まあ、うん、ステータスになる。ですね。このサイト、ステップンガイドですね。っていうサイトから。
はい、持ってきました。で、初期ステータスは私のメイングッズの初期ステータス。ああ、そうなんですか。なるほど。はい。そこは私のメイングッズのステータス、うん。これ D さんの。買うときにそのうち突っ込んで、キャーッと、まあ、選んでくれてもいいんですけど、多分そのうち売れちゃいます。私、最安値近辺狙ってるんで、うん、結構、まだね、最安値でね、ちゃんとした靴はね、しっかり売れてます。あ、ちゃんとみんな。はい。うん、見てたら消えてました。あ、そうなんだ。なるほどね。はい。はい、そんなに悲観したものでもなかったです。なるほど。はい、ちなみに、靴買うとき、ステータスとかっていうのは何か気にしたりした方がいいんですか？私はね、黄色が高い。あ、ここはね。はい、っていうのはまず基本的に考えてるんですけど、うん、あとギア。ギアって。あの靴のギアある。ここの、つけるやつですか、はい、はいはいはい。あれ、黄色、ラッキーが欲しいです。あ、できればね。できれば。ああここが。RRC とかはもう全然いらないです。R というのはこの、はい。ですね。で、この紫色のやつと。そうです。レシリエンス。ねね、ですね。これが増えると、はい、修復が楽になるんですよね。はい、うん。で、コンフォートっていうのがまだあんまり意味なしてないっていう。今はですね、おいおい、ここが高ければ高いほど GMT が稼げる靴になるっていう噂です。そんな、いつの話やねん。しかも GMT 稼げる靴にするにはレベル30とか、なんかすごく高くしないといけないから、はいはい、あんまりここはちょっと前に、まあ、今はね、黄色とラック。ラックですね。エフェとラックとが、まあメインでいいかなとは思いますけど、ね。なるほどですね。うん、私はね。うん、この辺が高いやつを、まあできればね。だけど、それ狙いすぎて値段高くなっちゃったら意味ないから。そうなんですよ。うん、そうなんです。そこ、レベル19とかレベル9の靴ってそんな売ってないんで、うん、もう最高値狙って買うぞって言うと、うん、もうどんどん高値掴みしちゃうんで、うん、そこはまあ妥協も必要だ、うん、いう感じで。そうですね。まあ、この辺、この通りレベル上げていけば、多少自分なりのバランス取れてくるんで。はい、数値1回4、レベル1個上げるたびに4ポイントくれるじゃないですか。うん、はい。で4ポイント振り直すので5レベル上げると20ポイント振り直せるんで、うんはい、かなり自分なりのカスタマイズができると思って、うん、5レベル上げればね、はいはい、だからそんな気にしなくていいかなと、うん ここは最重要視する場所じゃなくてやっぱお値段とレベルって感じですかね、はいはい、まず、まあ、とりあえずお値段気にしてください、うん、最初、はいはい、でもいいのあったらちゃんとちょっとぐらいの値段だったらいいの買ってください。はい。ね。もうそれはもう、セオリー。ね、1円たりとも、はい、ビタ1もまかりならんみたいなことは考えない。最安値って常に最安値じゃなくて、ちょっとぐらい高くても、うん、あ、こっちの方がマシだな、自分に合ってそうだなっていうんだったら、うん、そっちだって、うん。はい。はい。そうすると、これは、うん、1日あたり 26.02GST 歩ける靴をまあ持ってます。持ってますと。はい。で、成長率、これね、ちょっとね、一回この話する前に、エクセルに戻ってもらって。あ、エクセルに戻って、はい。エクセルに戻って、はい。成長率の話を簡単にしておきたい。成長率。成長率の考察っていうタブがある。それ言ってもらって。ああ、これか。はい。考察。はい、これは？はい。これね、うん、前に、6月2日、1週間前に動画撮ったんですね。はい、はい。で、今現在、GST はマイナー 10% 成長してるぞって言ってたんですよ。ああ、言ってました、言ってました。毎日 10% 落ちてるよって言って。で、今日6月7日で、7日ですね。S 国の、うん、価格が 0.63 なんですよ。うん、ぐらい、うん GST の価格が 0.63 なんですよね。と、うん、いうことは、1週間前から考えると、マイナー 9% 成長、うん、1日ある、ね。うん。ね。それぐらいの勢いで減ってってます。はい、うん。で、まあ、そのぐらいの勢いで減ってて、まあ、もう、最初ね、私 20% ぐらいでもう、総悲観してたんですけど、まあ、徐々にこれ、横ばいで、うん、今日はね、横ばいもしくは上がってるんですよ。あ、逆に、上がってるんだ。GST がね。はい。今日はちょっと上がってます。うんうんうん、はい。そういう感じで、毎日何パーセント下がったらっていう、うん、まあ成長率ね、うんうん、逆成長率なんですけど、はい、
はい。PDF に戻ってもらっていいですか？あ、PDF に戻ると。はい。はい。マイナス 10%、26.02 で成長した場合は、うん、半額回収が、できません。できません。もう永遠に。はい。永遠に。はい。27,500 円あたりで1、2円ずつ毎日増えていきます。下手すると3日で1円とか4日で1円とかになっちゃうので、はいはいはい、もう27,500円からもうほぼ数値がなんかもう、同じになります、うんね。はい。マイナス 10% 成長が続くと、半額回収不可で27,500円。回収するのが正解。はい。毎日歩いて換金、歩いて換金ね。うん、再投資なしですよ。なしでね。うん。はい。なんか、靴のレベル1個上げたいわっていうともう、うん、そんな夜道したらは。してダメと。ダメと。はい。今、だいたいマイナス 9% 成長なので、うん、もう回収不可です。うんね、この調子でいったら。うん、はい。で、成長率がここ1週間あたりでマイナス 5% ぐらいまでなった。うん。うんうん、だんだん緩やかになった。そしたら5万8500円ぐらい、半、うん、回収できる。うん。でも半額にはまだ届きます、うん。そうですね。残念ながら。はい。マイナ 2.5% ぐらいの、成長率に落ち込むんで、うん、落ち込めば、うん、やっと47日目に半額回収。うん、なるほど。うん。確かに。OK ですか？ OK ですね。うん。はい。で、一番下は嬉しい誤算です。うん。あ、なるほど。あ、なんか 1.5% プラス成長始まった。あ、反転上昇が始まったと。うん。はい。ちょっとワンチャンの兆しがちょろっと見えた。1.5% ですね、うんうんうん。ワンチャンだったら 3.5% とか欲しいんですけど。うんうん、まあ、とりあえず、ビチャンね。ビチャン。ビチャン。まあ、とりあえず、ビチャン始まりましたよって言ったら、うん、85,336円、うん、回収するのに24日で。なるほど。はい。回収できます。回収できますね。確かに。はい。で、40日あれば全額回収。おーよ、ついで。ついに帰ってくると、はい、とりあえずプラス成長率がプラスにならないと回収はできません。はい。マイナ 1.5 でもねちょっときついんですよね。エクセル戻ってもらっていいですか？はい、エクセル戻って出てきて、はい、今日の GST の BNB 側の GST の価格が 0.9 なので、うん、なるほど。今ね、うん、はい、はい、ここから成長率見ていきます、はいはい、で、累計のところ下に降りていってもらっていいですか？はい。どこら辺？これが、マイナ 2.5% 成長だったときに、うん、毎日換金したときに得られる金額が、うん、こうやって。その辺がちょうど元金回収、8万2千円ぐらいが、ね、半額回収ね。うん。47日目ですね、うん。そうですね。はい、さっきの PDF の通りですけど、それをずっと下に行くと、うん、もう稼げなくなるのが10万、そうですね、5000円ぐらい。ここら辺ね、この辺だと毎日500円程度に、はい、うん、なりますよね。なってってますね。10万円、11万円ぐらいまではまだ、まあ、いけるのかな。でもこれもう260円とかになってくるから、もうそろそろ、ちょっと喉乾いたなってジュース飲んだらもう終わりっていうレベルに来てますね。はい。で、うん、これがマイナー 2.5% 成長率の場合ですね。うん、こういうふうに。はいはいはい。で、PDF 戻ってもらっていいですか？はい。はい。了解です。それがまあ、マイナー 2.5。だから、うん、だから回収全額もちょっと厳しい。11、うん、2万ぐらいまではいけるけど、うんうん、で、ね、1.5% ぐらいになると結構まだ、まあ、もうちょっと状況が良くなって、うん、はい。まあ、7割、8割回収できんじゃない。うん。なるほどですね。はい。で、プラ 1.5 になると、全額回収がもう、楽勝。うん、楽勝。ね。はい。ちなみに、エクセル戻ってもらっていいですか？はい。よいしょ。一番上に戻ってもらって。して逆に、まず、J の位置を、3.5 にしてください。3.5?はい。プラス 3.5。で、L の位置も 3.5 にします。3.5 にしましょう。これ毎日 3.5% 成長していった。うんうんうん。ずーっと下に行ってみてもらっていいですか？じゃんじゃらじゃんじゃんじゃん。ほら、もうこの辺でほら。もう、1ヶ月ちょいでプラ20万ぐらいになるでしょ。うん、ねえ、なってますね、もう。はい。これを、もう、8月頃にはもう100万円儲かってますよ。でしょ、うん、これが私の言うワンチャンでございます。ワンチャンが来れば、はい、
要はプラス成長率がプラスになった途端、うん、ワンチャン来ます。うん、来ますね。はい、ですね。いいですか。ね、いいですね。夢が出てきましたね。夏頃に100万円って、はい、はい、プラス、とりあえずプラス成長です。うん、はい、プラス成長なんかしねえよって思う人はワンチャンかけてないんでやめといてください成長しないよってね、はい、なってたね。そりゃそりゃ、はい、はいはい、夢が PDF も、あ、一番上に戻ってから PDF もらっ戻ってもらっていいですか。はい、はい、PDF に戻っていただいて、で、はい、はい、そんな感じで、うん、成長率に合わせた、うん、半額回収の、うんうん、金額と、プラス成長した時には、このぐらい、うん、半額はこのぐらいの日数、全額はこのぐらいの日数。うん、はい、もう 3% 成長する期間が1ヶ月ちょいあるだけでもうかなり利益になってくる。うん、そうですね、すごい。はい。お、はい、安定。で、安定成長率っていうのが今度あるんです。ほうほうほう。GST の価格が、ある一定の、うん、値段で、プラマイ5、うん、プラマイ数パーで推移して、まあ、要は横ばい。なあ、もうね、なあ、安定しちゃったな。運営が多分目指すのは、そういう、横ばい推移だと思うんですよね。そうですね。マイナス成長ではなく、あくまで、まあ、うん、今日は下げたけど、次の日は上がった。うん、上がったけど、下げた、下げた。上げた、下げた。って言って、はい、要はもう、チャート的に見たら、やや右肩下がりでもなく、右肩上がりでもなく、うん、ま、横ばいじゃんっていう、うん。これが長ければ長いほど、ステップン寿命が長くなります。長くなります。はい。うん、で、問題は、その横ばいになる価格が問題でございます。うん、はいはい。GST が1で横ばいになると、うん、50日で回収、うん。なるほどね。1ドルぐらいで、ね。全額ね。今回は全額ですよ、うん。さっきは半額でしたけど、今回全額ね。うんうん、はい。で、0.75GST だと65日。うん、0.5 だと、97日。うん、で、0.25 だと、193日。うんうん、要は 1GST が1ドルだったら50日で安定してたら50日で全額回収できますよってことですよね。そう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 。で、0.1 まで落ちちゃうと、1年経っても回収できない、うん、回収できないってね。まあ1年半ぐらいかかりますね。うん、そういうことですね。まあ1年半じゃなくて1年3ヶ月ぐらいですかね。はい、安定したらね。安定したらマイナス成長だったらもっとかかるようになるんで、うん、そこはまた別の3、4になる。はい、了解でございます。よろしいですか。うん、よろしいでございます。はい、こういう現実があります。うん、ね、ただもともとね、半額回収でって考え方で言えば全然、はい、うん、ま、間に合うわけですね。うん、はい、で、Excel 戻ってもらっていいですか。 Excel 戻りまして、で、今度は一番右の成長率プラス GST っていうところに行っていただいて、あ、セルじゃなくてシートね。シートね。はい。はい、来ました。はい。で、一番右側を、の、L の位置を 26.02 にしていただいて、はい、0.02 と、はい。はい。で、F の位置を、うん、今マイナス 1.5 になってるの、これ0にしてください。うん、成長を。0成長ですね。はい。で、これね、2.5 ドルぐらいに戻ったと仮定しました。2.5 ドルぐらいにすごい戻った。うん。で、安定した。はい、うん、夢のような時代の成長率でいくと、うん、16万初期投資で、うん、まあ、20日で回収ですよね、大体。そうです。20日で回収してますね。うん、はい。で、3ヶ月やって100日で84万円ですよね。うん、ああ、すごい。はい。こんな感じで、成長率がゼロ、安定、ね、うん、まあ、プラマイ、うん、まあ、多少あったとしても、うん、成長率なんかしないけど、2.5 ドルの間も、うろうろ、うろうろ、もう3ヶ月もしてるわ、うんざりだ、うん、上がってくれよっていう状態で、この状態。うん。ね、はい、そういう感じで、1年で300万、車買えますね。はい。っていうことでございます。うん、